ご視聴ありがとうございます。今回は熾烈を極めるスズラン対武装戦線の戦いの最終決着編を特集する動画を公開させていただきます。200人を相手に戦いを挑む春道と誠を援護するためにスズランの生徒を引き連れてこの場に乗り込んできたヤスでしたが、すでにこの場には誰もいませんでした。するとそのことに腹を立てたスズランの生徒たちがヤスに詰め寄り制裁を加えたことで、翌日ヤスの髪型がモヒカンになっていました。そしてヤスはグレ始めたのかタバコデビューを敢行します。しかしタバコはふかしているようで本気で吸う気はないようです。ちなみにヤスは上級生から半分だけ髪を切られたため床屋に行ってフルモヒカンにしてもらったそうです。するとヤスを見た春道が大爆笑したことにブチ切れたヒロミが春道につかみかかるのですが、春道がヒロミの手を振り払い数秒間沈黙をして何も言わずにこの場から去っていきます。それから2日後、ヒロミたちがさらにヤスが武装の軍勢に取り囲まれていました。そしてリンダマンの背後にはナイフを隠し持つ秀臣の双子の兄一世が、そして春道のもとには佐川二号が姿を現し何かが入った封筒を投げ捨てすぐにこの場から立ち去ります。すると春道がその封筒を拾い上げ封筒の中を見ると第4倉庫で待つと書かれたヤスの写真が入っていたことで、あえてヤスを遠ざけたことが裏目に出て怒りが収まらない春道が超特急で第4倉庫に向かいます。その後第4倉庫に到着した春道がドアを開けると武装の親衛隊と秀臣、さらに龍神が待ち構えていました。そして秀臣の指示でロープで縛られたヤスがこの場に連れてこられたことで、春道が無抵抗になったことをいいことに秀臣が春道に正座しろと命令し、俺の飼い犬として働け、そうすればお前らは生かしてやる、生きてここを出るか二人揃ってこの世を去るか決めろと究極の選択を迫ります。その頃ポンたちは武装の兵隊たちを次々となぎ倒して格の違いを見せつけていたのですが、ここで鉄パイプを手にした安西がヒロミに襲いかかり、落ちている鉄パイプを拾い上げたヒロミが応戦します。するとそれを見ていた誠が安西に鉄槌を叩き込み自分が相手をしてやるから盾と切り出した誠が、当時のスズランで5本の指に入ると言われるその強さを遺憾なく発揮して安西を蹴り飛ばします。しかしここでポンが安西を万事丸と罵ったことでぶち切れた安西が鉄パイプで誠の背中を殴打します。するとこの行為に切れた誠が鉄パイプを手に取り安西を押し込んで、このまま誠が安西を倒すと思いましたが、安西が倒れている武装の兵隊に足を取られてコントのような敗北を飾ります。その頃無防備なリンダマンに背後から一星が襲いかかるのですが、この場に到着したカツラギが大声を張り上げたことでかろうじてリンダマンが不測の事態を免れます。しかし一星はナイフの達人で、さすがのリンダマンも道具なしでは勝負になりません。そして高速で攻撃を仕掛ける一斉のナイフの刃の餌食になったと思いましたが、リンダマンがわざと攻撃を受けてナイフを奪います。そしてリンダマンの強烈な一撃を受けた一斉が動かなくなります。それから数分後、カツラギが後輩たちの前に現れてうまく後輩たちの心理をついて第4倉庫に後輩たちを誘導する中、秀臣が出した条件に答えを出せない春道にヤスが武装をぶっ飛ばしてくれとサインを出したことで、春道が武装の親衛隊に攻撃を仕掛けます。しかしさすがの春道も
多勢に無勢で苦戦を強いられ、このまま行くとヒロミたちやカツラギの後輩たちが来る前に春道が倒されるのではないかと思いましたが、別次元の強さを誇る春道が武装の親衛隊を次々と倒します。その後スズランの男たちが次々と第四倉庫に到着し、ヒロミが倉庫のドアを開けた時には外にいた武装の兵隊は逃げ出し、親衛隊も春道に倒され焦った秀臣がヤスにナイフを突きつけます。すると葛城の後輩たちが、上等だこのボケ、やってみろ、その代わりてめえも地獄だぞ、スズランなめんなと啖呵を切ったことで、龍神が秀臣に裏から逃げろと伝えます。さらに文太と良太も外に出して、俺のはハッタリではないと言ってヤスにナイフを突きつけます。まさに久能兄弟は揃ってゲスの極みかと思いましたが、龍神がナイフを投げ捨てヤスを解放し、サングラスを外して今度は自分一人でスズランの軍勢と戦う意思を表明します。するとスズランの男たちがこぞって龍神をやると発言したことに、ぶち切れた春道が、俺らは武装じゃねえんだよ、お前らは外に出てろと言って、ヒロミたちも含めた全員を外に出します。その後最高の男同士の戦いが始まっていたのですが、前回同様龍神が春道を圧倒し、春道が地面に転がり13人と戦った後で、俺に勝てると思っているのかと激怒する龍神をよそに、春道が一服ぐらいさせろと言ってタバコを吸い始めます。そしてボクシングでは勝てないから、今から俺のやり方で戦うと宣言した春道がライターと靴を立て続けに龍神に投げつけたことで、隙ができた龍神の足元をすくいます。そしてすかさずマウントを取った春道の怒涛の攻撃が始まるのですが、龍神が春道を蹴り飛ばしてかろうじて難を逃れます。しかし俺流モードに入った春道は龍神をも凌駕する別次元の強さで龍神を圧倒し続けるのですが、武装を一人で背負う龍神が立ち続けます。そんな龍神に敬意を表したのか、最後は殴るのではなく軽く手で押して春道が龍神を倒します。その後倉庫の中から出てきた春道のもとに、すがすがしい表情をしたヤスたちが駆け寄り、春道の周りには自然と多くの男たちが集まっていました。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。